最盛期は世界での生産の半分にあたる420万台だったが、300万台にまで激減したのだ。トヨタが世界一になって、それから坂を転がり落ちるようにね、日本の自動車関係落ちてきてますよね。でも国内なんかも惨憺たる、この先どうなるか分かりませんもんね。